フォーマ P9004 はパナソニックモバイルコミュニケーションズによって開発された NTT ドコモの第三世代携帯電話端末製品である。900i の派生端末として f 9 0 0 i トと同時期に発売された。外部メモリーはミニスド対応である。P2102V の後継機にあたりムービースタイルを受け継いでいる。先代の P2102V 譲りの回転に 軸品自方式を採用した。P2102V はディスプレイ部は90度までしか回転しなかったが、P9004 では180度回転し、写真や動画等を楽しむことができる。また、P2102V にはあった、レンズカバーがなくなり、ムービースタイルにするだけでカメラが作動する。動画関連の機能が非常に豊富、活行機能で、 付属する接続ケーブルを接続することで動画をテレビに出力することもできる。メインカメラの性能は CCD 約195万画素。約 768kbps15fps の動画を撮影することもできる。テレビ電話用のサブカメラは CMOS 約10万画素。動画のデコード性能は 1500kbps30。 f p s FPS の MP4 ファイルや 3GPP ファイルをコマ落ちせずに再生できる。P900 法の V は旧世代フォーマに倣ってビジュアル、ビデオの略。i ア,アプリはジモ i エ o ジメール、ファイナルファンタジーアプリリモコン P、クルクル、フォトフィール、ボンブリンクを搭載。スクウェアエニックスのファイナルファンタジー7アドベントチルドレンと大アップしており、主人公、 クラウドストライフが使用した。そのため、FF7AC からの映像が数点入っている。また、クラウドが使用したものと、同カラーが、クラウドブラックとして発売された。しかし、実際に、FF7AC が発売されたのは、p 9 0 4発売から1年以上経過した2005年9月であった。また、同シリーズの、クライシスコアファイナルファンタジー7、 ビフォアクライシスファイナルファンタジー7等でも P900-4 と見られる携帯電話が使われている。ありがとうございます。